何したの僕。山賊倒してきたのに。やってきたよ、セバスチャン。何でもお申し付けください。はい。例の野営地の賊どもを始末しました。本当か？それを証明できるものは持ってきたか？もちろんでゲス。ここに。おお、見事にやってのけたな。おお、これで厄介事が一つ。1925グレッシェンだって。またな。へえ、なかなか払いはいいな、お前。ちょっと口の聞き方ムカつくけど。いくつか持ってきました。その戦利品です。見せてもらおう。耳。いいだろう。よくやった。70。会えてよかったよ。え？もうないの？それだけ？わあ。本がいっぱい。奪う。え、何を？何を奪うの？これ読めるの？飲み退治とイボの治療法。イボ。天狗だっけ？あ、いなくなった。これは奪い放題なのでは。便所。寝る？いやー、いつかこの超高難易度の宝箱開けたいよな。これ読めないの？開ける？あ、戻ってきた。寝てる。ちょっとあんまりこれ以上ここの評判落としたくねえからな。今のこのクエストクリアしたことでちょっと評判どうなの？これ全然変わってないんじゃない？これ。うわぁ、19。どうしよう。この辺か。この辺のクエストやるか。あれ？この A ってなんだっけ？ああ。これやるか。ただその前にちょっと修理したいので、もうあれかめんどくさいから太田くんにお願いするか。太田くん。なんか犬のスキルを上げたいんだけどな。犬スキルが上がったら犬ども戦闘の時もなんか簡単にこうどうにかできたりしないのかな。犬スキルどうやって上げるんだろう。おい、終わった。神のご加護、ヘンリー。おう、名前を覚えてくれたんか。おい、終わった。何でもお申し付けください。うむ、修理いたせや。じゃあな。あ、評判92だって、すげえ高えじゃん。あれ？こんなもんだっけ？奪ってきたもの。まあそんなもんか。860、落としどころ850。合意だな。はい。ほらな。話せばわかる人だと思ったよ。うわぁ。1K 赤字でーす。あ、でもまあ、あれか。クエストをクリアして1000、なんぼだ、結構1900ぐらいもらったんじゃなかったっけ。それがあるから赤字ではないね。落としどころ950でどうだ。仕方ないな。え？
北洋銀行からなんかお知らせが来てました。じゃあ北海道銀行、もう口座、あれまだ俺口座残ってんのかなでもお金は入ってないと思うけどな。お願いします。はい、出た。え、なにこれ。陶器かね、違うか、木になんか塗ってんのかこれ。あ、そうそう、それで、デュエリスト、あれ？デュエリストダメか。鍛冶屋いるな。ここ、鍛冶屋二人ぐらいいたな。ああ、なんか、武器錬金術とか昔やってたな、そういえばな。懐かしいな、もう。そういえば、あ？おう。おー。それからも逃げられないぞ。えい。おら。おら。倒したよ。倒したよ。お礼は？おい、お前いつもやられてないか。見せつけてやったな。ありがとう、あの泥棒野郎め。今時は誰も信用できない。俺はケチケチするような人間じゃない。少ないがお礼だ。ありがとう。余縁かよ。起きた。逃げた。今のは一体何だったんだ。お前だよ、お前。おい、おい、あれ武器や。あれ武器屋とか来たことあった？ここの武器屋初めて来たんじゃないか。こんにちは。気をつけて。アサシン。あ、デュエリスト売ってる。これ持ってない、ほら。買うわ。ニードル！アリアの武器がこんなとこに。フィアノット。ペルナッハ。モルゲンステールン。レイザー。レイザーの月性能やばくない？あれ？違う、月性能じゃねえか。振り下ろしがすごいな。一口サイズにまで。なんとすごい武器。あー、完品だと72なんだ。ああ、だったら俺的にはデュエリストの方が、ただちょっと脆いっていうのがね。だって完品だと5、月が5落ちるだけで、振り下ろしが72だから、めっちゃいいやんな。よし、腹は決まった。ちょっと待てよ。ちょっと一回。あ？いや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 。え？なになに？あ、そっか、本か。本は買う。あ、カゴに入れて出れば何？パクるってこと。買うよ、買うよ。いいよ、100円。あ、いくら？え、たっけ！
けえなおい娘や。この金額どうにかならないか。こんなもん400円ぐらいでいいだろうお前。400円でも高えわ。はい、うん、その額ならいいわ。あ、そう。修理やっぱ鍛冶屋行かなきゃダメか。あれ、あ、お前か。あれ、この人。あなたのお役に立てればいいのですが。ああ、はい。で、ほら、完全にこっちの衣装。よし、俺は今日からデュエリストだ。で、ピアサーが予備で一本あるから、このピアサーは売ろう。うわぁ、売るとこんな値段なのか。お前、俺の愛犬なんだから、あれ？この金額どうにかならないか。俺の愛犬、うん、まあいいだろう。まあ150円ぐらいで買えよ。これで十分だろう。魅力的だな。もう少し負けてくれるなら満足だ。数々の心臓をえぐってきた剣やぞ。ああ、盗賊の。その金額なら納得だ。よかったな、価値上がるぞ。そりゃかつてヘンリー様が使っていた剣ってことでよ。ヘンリー様の愛犬ってことで、A、あれでもそれメインクエストかな。あー、メインか。ちょっと待って、したら邪魔者たち。え？これ、え？これ誰からの依頼だっけ、これ。あれ、こんなんあった？クッテンバークのセバスチャン。あれ？クッテンバークのセバスチャン？あれ？クッテンバークってどこだっけ？まあ、いっか。じゃあ、それやるか。またロブナから行った方がいい？ちょっとこの辺で馬降りてここに向かおうか。いや、また犬がいなきゃいいけどな。それか、いる。あ、そういえばこれ、読めないか。どっか座んなきゃダメか。どっか座れるとこない？ないよね。いや、戦って、勝ってから読むか。あ、俊敏さ上がってた。攻撃時に持久力消費が 30% 低下。え？どんだけ低下するんだ。スタミナ 30% 低下はすんごい魅力的だけどな。敵の士気が下がる。士気が下がるとどうなるの？このアイコンすごいマトリックス感が半端ないよな、これ。素晴らしいアイコンだな、これ。
横にジャンプできるようになる？したことないんだが。いや、じゃあこれにしてみるか。はい。え、そうじゃなくて、まずセーブから毒塗って、活力、おじか、バリー、OK。あの音は何だったんだ？あ、いいぜ。おいおいおい、はい、全然当たんねえな。遅っ。強えな。かかってこい。うわ、やべえやつ来た、やべえやつ来た。見てみようじゃないか。やべえやつ来た。ちょっと待て、弓矢に狙われてんな。弓矢はやばい。化粧だぜ、ちょいかいかいか。たまんねえな。こっちだ、誰かいないのか、早く。は、化粧クズ、これでおしまいだ。だけ弓持ちを先に殺したいな。あ、ちょっと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 、何今のは。これは楽しみだ。あいつ最強だな。化粧だらけ、警戒態勢。あ、これダメだ。腰でも抜けたか。これダメだ。化粧だらけ、警戒態勢。あ、ダメだダメだダメだ。犬いないからいいけど、5人もいんのかい。おい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 、最初の一体仕留められなかったのがきつかったな。ああ、もうダメだ。はい、まあ、犬がいなかったからまだいいけどな。拠点近くに行くといるのかもしれないな、犬。これはやっぱりちょっと毒ワイン攻撃とかした方がいいよな。この24時とかなると寝静まったりするかな。起きてんな、がっつり。いや、起きてないか、寝てんな。やべ、起きた。そこに誰かいるのか。そこにいるのは誰だ。俺たちがなぜここにいると思う。くそ、楽しむためだ。くそ、他が起きなきゃいいけどな。起きてるじゃん。戦闘準備。なんかハマってる。限界か。ぶち殺してやる。いや、その横、もうちょっとだったのに。やはりあいつをぶち殺した方がいいな、最初に。いや、それか、やっぱ寝てる間に。これは驚いた。え、豚が喜んで殺されに来たのか。こっちだ、誰かいないのか、早く。いて、え、警鐘を鳴らせ、警戒態勢。弓が当たったのか。警鐘。よっしゃ。ちょっとすごいやられてる。ちょっと待って、なんで、なんちょっと、
なんだよ今のは。ちょっともっとは、もっと思いっきり離れなきゃダメだったな。突撃。ああ、は、おい、ああ、祈りが届いた。死ね警鐘鳴らせ、警戒態勢。よっしゃ、これでおしまいだ。おい、警鐘鳴らせ。俺たちがなぜここにいると思う？どうした、こっちだ。誰かいないのか、早く。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待ってってな、ちょっと待ってって言ってんじゃんな。消すべ。ロックを外すのどうすんの。毎回言うけど、ぶち殺してやる。それで戦いのつもりか。よし、よし。やあ。ああ、やっと逃げ切った。めっちゃ逃げただろこれ。どこまで来た？わあ。これでまたあのバカども寝るだろ。でまたあの寝込み襲うっていう。それしかない。